ちは。やっほー。やほやほ。やほやほ。ごめん、ちょっと顔が近い。なんか端末が違う、なんかこれもいつもと違う携帯で配信してるんですけど。なんか端末が違うと画面の大きさも変わるんですね。めっちゃ顔が近い。遠ざかろう。あ、まずはちょっとね、あのまずはその同時視聴する前にちょっとまさかのなんですけど、あの歌唱力あの予選2日目16位でしたっけ、16位をいただきました。ありがとうございます。えと思って、いやマジでびっくりした。本当になんかそんなつもりなくて、いや本当にそんなつもりなくて、なんかまずはもう前回とか本当にね、前回もあのかすりもしなかったので、そう今回もまあ悩んだけど皆さんから背中を押していただき、じゃあやってみようって、それでまあルアの存在を知っていただこうと思ってやったつもりだったんですけど、なんかまさかランクインすると思わなくて、はい、ありがとうございます。どうだったでしょうか。いやびっくりしましたね。そう、まあ決勝には行けなかったんですけど、まあちょっとは自信になったかなって思いますね。はい、キャップがあった、え嬉しい、ありがとう。携帯何個ある？携帯はねいつも使ってるのは1個だけですよ。1個だけだけどたまーに使ってる。そう、英語得、いやなんかこの曲を選んだ理由といたしましては、本当はねなんか結構何曲か迷ってて、そうストーリーとかも悩んだし、なんなら最初そっちにしようとしてたんですけど、でもなんかなんだろう、ビブラートとか自分には難しいなと思ったし、なんか盛り上がりとかがやっぱり歌が上手いとその盛り上がりとかを出せるけど、盛り上がりがないなと思ったのでやめて、じゃあすごい好きな曲だったので、ウェバー・ユー・アーはだからこれにしようと思って、英語歌いたかったし英語にしたんですけど、そう。でも私が思ってた部分と違って、私本当はなんかガチの一番が歌いたかったんですよ。ガチの一番か、あわよくば日本語のサビ、日本語のサビのところを歌いたかったんですけど、その範囲が違くて、あーここかと思って、ちょっとねそれを曲を選んでから知るっていう、そう思ってたのと違くて、まあでもそんな中頑張れたかなって思います。はい、上手になった、ありがとうございます。歌えるところって後で知らされる、あそうなんですよ。いやそうなんです、なんかでも去年歌ってた方、去年一昨年、まあ分かんないんだけど、まあ、前回とかね以前歌ってた方のを聞いたら、なんか あのね二回し目、サビの二回し目を歌ってたので、あ私そこ歌うんだと思ってたらなんか違ったんだよね、なんか変わってて歌の範囲が
あれと思って、多分みんなもね、まあ聞いててくださった方は分かると思うんですけど、まあ、ずっと同じところ歌ってるなと思ったと思うんですけど、そう、来年さらに来たい。でもランクインしちゃったからね、ちょっと次はもっと頑張ってみようかな。うん、歌唱力、あの可愛い衣装での泣ける歌のギャップが良かった、ありがとう。そう、めちゃめちゃ可愛い服装で挑みました。そう、 NGT めっちゃ入ってたんだよね。そう、まだ見てない、絶対見て。ちょっと、いや、ちょっとでも期待を上げてしまうかもしれないけど、見てください。選曲って NGT は 100% 個人任せ。え、でもなんかひのさんに選んでもらっている方が結構いらっしゃったんですけど、私歌唱力日野さんと関わっていなくて。そうなんですよ、日野さんと関わっていなくて、なんかなんだろう、こういうのどうだと思いますか、こういうのどうだと思いますかっていうのを今いろいろ聞いてはいたんですけど、それでそう、なんかこれもいいと思う、なんか私が優柔不断すぎていろいろ聞いて、いやこれどう思いますか、これどう思いますかっていろんな曲聞いて、そうで、それで最後あたりにこのワンオクさんのこれどう思いますかって聞いたら、英語が歌えるんだったらいけると思うよって言っていただいたので、じゃあまあ英語を歌えればいけるか、よし、じゃあこれにするかみたいな感じではありましたけど、そう、アドバイスもひのさんからいただいてないですし、そう。でもそのなんだろうね、でも他の方のアドバイスはいただきました。こんにちは。らあちゃんがまさか横文字いっぱい歌うと思わなかった。横文字何、あ、え、英語ってことですか。英語ってこと。今日何時まで配信、今日はゲーム部さんがあるので6時までにしようと思います。もうちょっとしたら同時視聴始めるね。昨日は同時視聴をいつまでやったんだっけ、ねスカヒラまで見たのでスカヒラまで見たので、ちょっと自分のところだけ見ようかなと思うの、ちょっと時間がねなくなってしまったから、だからキスダメ見てっていう感じで続けて見ていこうと思います。うん、ね、びっくりした、カラスがカラスがな、本当にびっくりしたんだよね。いやマジで、なんか同時にね X 見てたんですけど、結構なんかみんな あんまり私に食いついてる人がいないから、まあそりゃそうだろうなと思いながら私歌うまくないもんなと思いながら、そうまあいいやと思ってたんですけど、そしたら あれなんかランクインしてるくねみたいな、名前呼ばれたぞみたいな感じでびっくりした。
練習で2回歌ったんですけど、1回目の歌はまずなんかあんまり感情を込めてなくて普通に歌ってたんですよ、ただ単に。でもっと感情を入れてみた方がいいって言われて、練習の2回目はそれで歌ってみて、で本番もなんだっけ、感情込めて歌ってみたんですけど、ちょっと感情なかったバージョンもみんなに聞かせたい。いや、感情なかったバージョンなんかどう言えばいいんだろう、なんかそのまんま歌ったバージョンもみんなに聞かせたい。なんならそうカラオケの練習動画とかも全部動画撮ってあるからさ、その練習風景とかもさ、まあこれで決勝行けたらなんかそれもなんかすごいなんかなんかストーリー感あったんだけどさ、全然ね、無音だったらいけんのかな。無音でじゃあチャットで後日送りますね、編集して。こんにちは、聞かせていい？え、みんなに聞いてもらいたい。先日はうちの鎌田さんがお邪魔しました。あ、ありがとうございました。本当に本当に寝起きで反応が薄くてすみませんでした。でも、ななみさんとれいなさんとりりかとひのさん決勝進出だそうで、おめでとうございます。いやすごいマジで。え、コンサート開くってことですよね、ファイナリストライブみたいな。え、4名が出るってことですよね。ん、あれまだあれ決勝、あ、あん、あ、そっか、もうワン段階あんのか。なるほど、決勝もコンサートですよね確か。あれ違う、あった決勝はコンサートじゃない。決勝ももう一回あんな感じですっけ、収録みたいな。あ、そう、お客さん入れて、ああ、よかった。そうですね、決勝を選ばれたファイナリスト。なるほど、なるほど、なるほど。いいですね、頑張ってくださいね。ファイナリストライブ出るってなったらやばくない？夢ありますね。頑張ってください、応援しています。上位8人、うん、なるほど、いいね。あー、いいわね、バンド。そう、生バンドやばくない？ピアノだからさ、予選は結構どうしてもおっとりした曲になってしまうけどさ、生バンドはやばくないですか？盛り上がってるかみたいな感じでしょ、要するに。ちょっと違うけど、結構違うけど、まあそんな感じじゃないですか生バンドって。私なんかそういう系本当に好きなんですよね、マジで。本当に生バンド系大好き。
生ピアノもなかなか、いやそうですよね、そう、なんかそのピアノをの楽譜を覚えて本番にちゃんと弾けてるピアノの方がすごいなと思ってて、あんまりまあ楽譜に映らないじゃないですか、あの予選のやつって、あのピアノの方けどすごいなと思って、生バンドなのにみんなイヤモニなしで歌っててすごかった。おー確かに広いと、広いとね、うん、広いと聞こえづらいよね。明日の旅行行けそうでよかったです。そうですね、明日旅行に行ってきます。体調万全じゃないのにマジです、ちょっと本当にさ、本当に悔やまれる、万全じゃないのに旅行に行ってきます本当に明日しかないから行ってきます。まあまあまあ精一杯楽しんできますよ。どこに行く？それはお楽しみにです。旅行行った瞬間に治る、そうだよね。パッと忘れるよね。うん。私は明日の準備何もしてない。ずーっと寝転がってた。まあ夜はお礼配信なのでよろしくお願いします。ちゃんと書いておきます。決勝は1曲目の順位で2曲目を歌う順番が決まる。なるほどね。2曲歌うんですか決勝は。まあ明日は楽しんできます。朝に配信できそうだけど配信しようか迷うどうしようかね。カラスが鳴いてるね。ずっとカラスが元気だ。抽選会来月、早いね。また泣いたじゃあ始めますか。ちょっと同時視聴できない方がほとんどかもしれませんが、でもすでにいるわし、チケット1枚損してるんだよね。もうカンストしちゃってショックめっちゃショックだけど、まあまあまあ1枚くらいって思えばいいか。ということで始めていきます。多分見れない方も多いと思うので、待って、お水が欲しい、お水が欲しいちょっと待っててください。よいしょ、いや、よい
いしょよいしょ、お待たせいたしました。なんかアップルジュースがあったからこれ飲みます。ふっ、うわっ、いただきます。そのジュース今ある？本当に？こんなんどこで売ってんの？え、どこに売ってんのこれ？わかんないんだけど。あ、これダイソーに売ってんの？へえ、そうなんだ。うん、なんかこの前磯部家箱買いしてなくなったはずなのになんかもう 2,3 本置いてあって、ええと思って、へえ、ダイソーに売ってんだ、初知り。ブラちゃんの16位を記念してブルーベリーのスーパーカップ食べました。ああ、ありがとう、みんな本当にありがとう。16位、ちょっと改めてまたなんか16位ありがとうっていうテロップ作ってさ、また配信するね。メールもちょっと昨日送れてないので今日はちゃんと送ろうと思います。ちょっとね、なんかいろいろ書いてなさすぎて書きたいことがたくさん溜まってるのではい、たくさん溜まってるから書きますね。ことで同時視聴したいと思います。ハッツ、ハッツは無理です、はい、写真だけだったらいけるけど。じゃあ今日は元気そう。あ、いや、そんなことないです。昨日と変わってないんですよえ、ちょっとショックだった。なんかさ、毎回朝起きるとドキッとするじゃん。今日は大丈夫かなってドキッとしながら起きるじゃん。ダメだったでも心は本当に元気なんですよ。心は本当に元気で、もう体がついてこないんだよ。いや違う、体は元気、頭がついてこないんだよ。ダイソーのグミが売り場から消えたの。私めっちゃダイソー好きな人みたいになってる。そう、ママシェがすごい好きなんだよね。しかもさ、今日が、今日イソベルは生誕祭視聴できるの最後なので皆さん見てくださいね。ってことで視聴していきましょう。あれ待って、私キスダメじゃなかった待って、私この時ユニットキスダメじゃないんだね。待って、待って、やだ、待って、このさ、待って、待ってしか言ってない。で、アナクリを一緒に聞くってこと？待って、非常にやだ、非常に嫌だ。嫌だね。ってことでしょ、ゴロゴロ言ってますが31分40秒くらいから始めます。ってことでアナクリから始めます。やだ、ちょっとルアの歌声、え、本当にやだ。待ってさ、なんか歌唱力16位とか言っときながらさ、この時全然やばい、めっちゃ緊張してた気がする。まあ行きます行きます。31分40秒から、せーの、ポチッとな この最初のさ、入ってくるところあるじゃないですか、アナクリの。あれめっちゃ萌えと合わせてた。カーンカーンって、イントロが結構長いからさ、なんか
メトロ長すぎて表情どうやって作ればいいか分かんなかったやばいやばい、あ、おっさな、なってる、おっさな抱かれたかったこの琴の胸におでこつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の灯り始めても離れたくないよこの場所から永遠より一秒も長くおっさな、やばい世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとういつか今日を思い出すわメリークリスマス and I love you なんかすごいこの時のルは熱そうなんかなんか熱そうだね16位と12位のコンビ、そうですね、萌が12位かね、萌もおめでとう、大好き、めっちゃ可愛かった、あのさ、あの曲大好きな曲、私恋する週末ホームステイ大好きで見てたので、あの主題歌じゃないですか、思い出しましたね。やば、赤青めっちゃ綺麗このアナクリすごい萌えと何回もカラオケ行って練習したので、ちょっとでも間が空くとそう練習しようって言って練習しに行ってたりしてたから、うん、今35分くらいです。なんかまたアナクリがあるとしたらさ、萌えと逆でやってみたいですね。なんか私のこの力、なんか力太い、力強いか、力強くて鬼太い声は多分この曲に合っていないのでハモリ側やってみたいね。うん、アナクリでルアちゃんのいつか今日のところが好きすぎてずっと聞いてるいつか今日ささーってなっちゃうささーやくひっくり返りましたね今今日からメリークリスマス、他のハモリできないわ。メリークリスマス And I love you。 ベルちゃん、はい、終わりました。次、次なんだアナクリはいつ聞いてもいい。いや、そうですよね、わかる、なんか心地いいですよね。そう、確かに寝そうになる。
スモ、スモちゃん、待って、私、え、待って、嘘、セーター祭でリリカと背比べしてんだけど、待って、そんな MC あったっけ。待って、え、背比べ MC なんてあったっけ。なんかスモとも背比べしてんだけど、そんなことある？めっちゃ叫び声聞こえる。え、だ、誰？誰？近所の方？な、何の話してたんだろうね。身長ちょっと分かんないですけど、次、52分から始めたいと思います。次、桜の花びらたち聞くね。背比べの髪型すこ、おう、すこ。メジャーで身長測ったことに疑問に持って背比べしてたと思う。そういうこと。なるほど、メジャーがね、メジャーがポイントね。なるほど。ユーハスイスイも最近背比べしてた。うん、あの二人結構身長似てるよね。ね、ってことでいきます。52分から、せーの、ポチッとな。はあ、そうだ、ここいつもユーハがさ、この曲の前にさ、この曲はペンライトをピンクにしてくださると嬉しいです、よろしくお願いしますみたいなこと言ってたよね。丁寧な言い方、本当に丁寧ですね。待って、そうだよ、今、待って待って、巻き戻ししたかった、今、待って、今こっちチラッと向いたんだけど、待って、え、こういうさ、なんか一瞬カメラ目線やめてほしいよね。なんかチラ見、こうやってさ、こうやって絶対今カメラチェックしたよね。やだ、恥ずかしい。わー、これ見れるの今日までなの、やばいね。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たち…あ、スモがいる、ヤッホー。はい、桜の花びらたちが咲く頃、開くこと、いや、いいね、この。なんか3期生感強いな、この8人だけどさ、3期生がギュッと詰まっているというかね。なんか結構3期生の公演が好きな人とか、パーティー公演をもうまだね待ってくださっている方にはわかると思うけど、このなんか3期生の雰囲気ってあるんですよね、やっぱり。なんか3期生のなんかあって、そういうのがいいよね、この雰囲気が。なんか、わかりますか？あ、ちなみにリリノとスモは最近連絡を取りました。
まあ何気ない連絡ですけど。はい、そう、この桜の花びらたちは結構振りコピーしてくださってる方が多くてありがとうございます。そう、パーティー公演ないの。そうそう、最近ないんですよ。水分取ります、すいません。待って、ベルちゃんコール来るかな。ふう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 、あ、来た。かすかに聞こえる、めっちゃかすか。待って待って、そんな聞こえない、ちょっと待って、ちょっと聞こえる、あ、聞こえた聞こえた。ありがとうございます、ベルちゃんコール。めっちゃルアキョロキョロしてるんだけど大丈夫かな。目のやりどころ絶対困ってるよねこれ。最後スーパールアシタイムが来ます。あ、斜め上向いてる。おー、最後こうやるじゃん、てんてんてんって言って上見てってやった。いや、良かったです、今のルアスマイル決まりました。で、次は青空のそばにいてか、行きますね。じゃあ皆さん59分40秒でお願いします。てん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 、この青空のそばにいては、あの結構イントロで、あのその子に合った振りとか、その日に合ったテーマのポーズとかして出てきますね、みんな。そう、まあ、気づいてくださってる方は気づいてると思うんですけど。そうってことで59分40秒から始めたいと思います。せーのがポチッ。ふむふむしてる。こうやってる。ベルボーポーズもしてる。待って。みんな全部ポーズ完璧なんだけど。指さしては、この青空のそばにいての指さしては、毎回私はファンの方一人ってこの人って決めて指さしてました。指さしてはって。ここレスポイント。恋のかけらたちの消しゴム、青空のそばにいて。なんかみんな幼い、やっぱり。なんか幼くない？
そう、この公園ね、春が出れなかったんですけど、でもね、春も多分 DMM 見てくれてたと思うので、母へも、てか青そばで寝てる人いっぱいいたよ、パーティー公演なんだっけ、一回吐けるじゃないですか、一回吐けてさ、着替えてる間にさ話しててさ、なんか今日めっちゃ寝てる人いたよねってよく話してたいやかね、もしかしたら目をつぶって聞いてるかもしれないんだけど、そう、皆さんお疲れの中来てくれてありがとうございますね。眠いよね、そうだよね、てか今日で5月終わりだ、やばやばいねあ、これやった。ゆうはがいつもいつの日かまた会えるはずさってこれやってるから、ラーもこれやりたくて新名でやりました。自分この曲は声温存して、そうだよね、この曲はみんな休めた方がいい、声を出す曲ではない、うんそれが正しいですね。青空のそばにいて、新しい季節の真下で、僕は手をかざし眩しそうに、そう微笑まわ、はい、てれれれれっててれかわいいよね、この曲アウトロが特に。ブリちゃんコールしてもらって満足げな顔してるってサイリウムもダンスのリズムに合わせて振ってる、うわありがとう、結構そういう方多いですよね、ありがとうそこらアンコール制じゃないんだった、第2部ございます最後の振りの時いつもどんなことを考えているなんだろう、かわいいと思いながらやってるよ、この時だけはキレキレじゃないもんってやってる、この時だけアイドル説ある、ベルちゃんコールしてもらってる、ベルちゃん、じゃあ1時間5分55秒から始めます、いきますね、あと2曲くらい聴けるか、いきます、あ待ってやばい間違えました、なんて言ったっけ、1分50
5分55秒か。いきます、せーの、ポチッ。テレレテレレレ。わ、スマちゃん降りだった、そうだ。えルアン、可愛いとこたくさん見つけてくださいね。だって完璧な煽りありがとう、スモちゃん。ラブラツーいちゃもあるけあるけ安らぎてい。そこいや、なんてたって NGT は生歌ですので頑張ってます、3期生リリノとユーナが本当にめちゃめちゃすごいんだよね。なんか私出ないんです、やっぱりおダンスは、ダンス踊ってるとね声が出ないんですよねいや、そう、だから本当にリリのもうユーナもすごいなって思って、あ、ふんふんしながら回ってた。はい、せーの、 NGT48 みんなで一緒に、はいはい、ふー、みんなで一緒には3期限定なのでね、カメラにめっちゃサイリウムが入ってきた今絶対高くサイリウム振ってたよねはい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 、このステイは追いかけるから、そう、声出し解禁になってからさ、おいおいをさマイクで傾けることができてさ、そうすごい嬉しかった。なんか声なくなれてたんですよ、なんかこうやってイエーイって歌ってとか、いや歌ってとかやったことないけどあ、今すっごいキモかった。ちょっと待って、もう一回巻き戻していいかな、待って、すごいキモかった今あって今すっごいキモかった、ちょっと待って待って待って、ごめん、ちょっと待って、分かんない人に言うけどさ、今さ「デレ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 テンテンテン」って待って、めっちゃ頭痛い、待って、テッテッテッですよ、やばくない？だってそんなポーズ初めてしたんだけど、デレ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 テッテッテ、やばいですね。待って、すごい今、すごい今ゾクッとした、今ゾクッとした。最後さ、デレ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 デンチャンチャーンってやるじゃん、でさとかやってたんだけどうざい、目閉じとけ、両目閉じとけ、あってやばいね、すごい調子乗ってましたこの時多分、すいません。あ、これベルボーポーズです、ガン決まりでタッタッタってアイソレしたんだと思います。なるほどね、こんなルアシもいたのか。あと何見ようかね、じゃあマックス見よっかな、最後1曲だけだと思うから。ちょっと生誕系は自分、生誕パート花束とかいただいてるところとかは
ちょっと各自で見てください。絶対見てね、お約束です。ってことでいろいろ飛ばして、1時間44分35秒あたりからマックスを見たいと思います。絶対今日までだからイソベルは生誕祭、絶対見てね絶対見てね。そう、お手紙一緒に見たかった。いやちょっと本当恥ずかしいからちょっとやめとこうだからまあで見たかったけど、ちょっとね本当にちょっといろいろ恵まれない環境だった。恵まれない限りはい、私が体調崩したのが全て悪いです、すみません本当に。ってことで最後のマックス1時間44分35秒から始めたいと思います。いきます、せーの、ポチ。すごい鼻かんつけてる自分。てんてんてん、この鼻か後ろのひらひら可愛いですよね。めっちゃ可愛いなと思って大好き。この鼻か今でもあります、あのドア開けたらすぐそこにある。結構華麗なダンスしてるので、華麗ってどういう意味だ。まあとにかく激しいダンスしてるからこそこの後ろの鼻かのひらひらがすごい際立って嬉しいです。赤と青のサイリウムも綺麗に分かれてる。本当だ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 、嬉しいにじんでくるってやるかな。やってたっけ生誕祭の時。あ、おとなしいですね、おとなしかったラッサビで激しいかな、もしかして。待って56分やばいね、すぐちょっとスクショは今日今回せずに壇上だけ読んで終わりたいと思います。待って2番ないのか、待って2番ないわ。そうだ、3期劇場は2番ないんだったえ、早い、待ってもう終わりやばいね、思い出公演になりすぎてなんか短く感じちゃう。ね、短いね。あ、そう、3列目まで赤です。かわいいね、すごい。そうだ、ラストベルちゃんコール。このね、ありがたいことにコールが大きすぎて、毎回ファンの方のコールが大きすぎて、あのめっちゃ歌が負けそうで、いつも怒鳴りながら歌ってます毎回カメラと歩きました今、こうやって向いてるけどこうやってた今テレレテテテレレテレ、すごい汗かいてる。カメラになりたいいつでも歩きますよ。ということでありがとうございました。いや良かったですね、非常に非常に良かったね、本当にもうね改めて去年のイソベルは生誕祭に
ね、出席してくれたメンバーにも感謝だし、ますますなんかなんだろう、もし今年生誕祭開催できるとしたら、このなんか成長をね、ぜひとも見比べていただきたいなって思いますので、はい、今回も生誕祭よろしくお願いしますってことで、壇上読みますね。お名前だけ読ませていただきます。いきます。13位佐藤羽坊氏、12位セイゼロシルシ、11位リュウシ、10位バイケンシ、9位ドクタキシ、8位石本氏、7位古川氏、6位小型の尾形氏、5位山野のピクチャー氏、4位隣のクルル氏、3位ガトランティス氏、2位セッテンガー氏、そして1位眉毛氏。ありがとうございます。眉毛氏ありがとう。ルアがいない時にミラーボールなんで輝かしてくれてありがとうね。ってことで終わりたいと思います。続いてはゲーム部さんです。見てください。ありがとうございました。ごめんな、ギリギリで。ありがとう、またねー。